田さんの言う通りだ。今は劣っててもいい。この合宿でタイム短縮のヒントをここにいるみんなから得る。どんな小さなことでもいい。そして自分だけの最速の登りを作り上げる。絶対に。丸野さんは小柄ながらもスイスイ登る。よし。なるほど、これってホールドの位置関係を暗記しているからできる動き。ムーブの覚え込みで登るのか。それが丸野さんの強み。そして大場さんの登りは元バレリーナのだけあって姿勢が綺麗だ。中心や頭のブレが少なく、フォールの心配を微塵も感じさせない。上を向く頭の角度が絶妙だ。普通の選手は顎が上がりすぎて推進力が後ろに向いてしまいがちなのに、激しく登っても崩れない。重心と姿勢、それが大場さんの強み。全く同じ壁を登っているのにそれぞれ違っていて面白い。それでは初日最後のタイム測定をしていきます。みんなの登りや練習を見てポイントは吸収できたし、それをつかむための練習もした。あとは実戦で生かすだけ。 At your marks, ready? ムーブの覚え込みも強化し、登る時の重心と姿勢を正しくした。足首のバネの使い方もホールドの足の置き方も工夫した。いける。これなら15秒台。